え小学生の頃は足の速い子が持てます。中学生になるとちょっと悪い子が持てます。高校生になったら頭のいい子が持てます。さて、大学生はどうかというと、大学生は積分ができる人が持てます。さて、今回の積分はえこちらです。出典おなじみの MIT インテグレーション B となっております。さて、今回の問題の非積分かすみで見ると結構ね、厄介な形をしていて、なかなかえ手の付けどころがないと思います。どうやって考えていいかと。今回の問題の発想、こんな感じです。発想。さあ、どうやって解いていくんでしょう。 今回はこんな風に考えてみましょう。えー、微分形の接触を作ると。微分形の接触を作ると。これがどういうことかというと、微分形の接触というのは、非積分関数の中に、えー、どっかのその関数の微分形をくっつけておくと。そうすると、えー、簡単に積分ができるようになることが多いので、これを狙っていきます、今回。微分形の接触を作ると。はい。どこの部分の微分を作るか考えてみてください。微分形の接触を作る。 今回大きく分けて、えー、この左側にある x の 2x 乗ってやつと、右側の 2logx、えー、プラス2というのがあるんですが、どれを微分して何がくっつくかと考えてみてください。はい。もちろんですね。えー、こっちが微分しても、えー、面白いものになりませんね。x 分の2だけになって、どこにも現れないので、もちろん狙っていくのはこっち側になります。x の 2x 乗と、少しね、えー、嫌われがたち、えー、嫌われがちな形のこと嫌われがたちって言っちゃった。略して。 え、嫌われがちな形してますけども、少し変形すると、もう少し可愛く見えます。先にこれちょっと書き直しておきましょう。x の 2x 乗っていう、この x の上に x が乗った形ってすごく嫌なんですが、この場合はよくですね、こういう変形します。イコール、e のログの x の 2x 乗と、こんな風に書いてあげると。e で、えっと、定が e のログつけて、ここに真数の場所に数字書くと、元々のこの形と同じになります。これすぐ証明できます。y イコールこれとかって置いて、対数取ったりすればすぐわかるんですが、こんな風に x の 2x 乗ってのを e のログの x の 2x 乗と書き換えてみましょうと。そうするとなんか見えてこないでしょうかと。はい。この後少しややこしいので、対数の場合はこれ指数肩から下ろせるので下ろしておきましょう。イコール、えっ、ー、と、e の 2x x で、えー、ログの x。どうでしょう見やすくなったですかね。えー、っと、これ、眺めてみてください。どうですかちょっと、えー、並べてみましょう。今回の、えー、積分したい問題っていうのは、x の 2x 上、えー、カッコ、2、ログ x プラス2。なんですが、今回のこの変形を使うと、イコール、e の 2x ログ X と。で、あとは右側そのまま2のログ X プラスの2。はい。黄色でちょっとね、目立たせましょう。この 2X ログ X っていうものを微分したらこれにならないでしょうかと。2X ログ X 微分すると これ、積の微分だから、x の方を先に微分して 2logx が残る次に、logx の方を微分して x の値になって、約分されて2が残ると。なので、実はこの部分っていうのは、この e の型に乗っかってる 2xlogx の微分になってます。これがまさに微分形の接触と。2xlogx の微分の形がくっついた形になってると。そういう時は、こんな風に考えればいいんでした。これをひとまとまりにしてみてあげて、 ひとまとまりに見てあげて。普通に e の型に x が乗っかっているときと同じ積分をします。何言ってるかっていうのを見たらわかると思いますが、イコール e の 2x ログ x と。 E の X 乗を積分しても E の X 乗なので、この形のまま書きます。これを一まとまりとしてすごい感じた。一まとまりとして見た時の積分をします。はい。えー、これ、微分して確かめられます、すぐに。微分すると、まずは合成関数の微分で、この指数関数の形は指数関数のまま。で、肩の微分がくっつくから、肩の微分がもうくっつく形になっている。だから、これでも積分終わってます。これの不定積分は、これ。 で、あとは、まあ、プラス C つけておけばですね、解答になりますね。プラスの、えー、C と。ただ、まあ、あの、E の 2X6X 上って書くよりも、やっぱり、あの、こっちの方がスッキリするので、えー、元の形に戻してあげて、イコール X の、えー、2X で、ちょうどプラスの C と書いておいてあげたら、ま、一番、えー、気持ちいいかなと思います。これが今回の問題の解、えー、答でした。はい。ということでですね、今回のこんだ、えー、こんだやっちゃった。今回の問題の略称で。 この問題のポイントはですね、微分形の接触を作ると。こっち側微分しても面白くなさそうなので、こちらの微分考えるんですが、X の型に X が乗った形っていうのは、よくこの E を使ってですね、表現し直すと見やすい形になったりします。今回まさにその例で、E の 2X、5X の形になったから、あれこれって、肩の微分がここに来てるなと気づくことができたと。それで、ようやく微分形の接触を作れたということになります。はい。いかがだったでしょうか えー、こんな感じでですね、シンプルな責務問題を毎週月曜日朝7時半にアップしたので、ぜひですね、挑んでから1週間迎えてみてください。ということで、今週も1週間、えー、頑張りましょう。お疲れ様でした。えー、大学生の話、嘘です、えー。イケメンが持てます。